はいどうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか？本日なんですけど、まあ、従来のね、ワイヤレスイヤホンと、ちょっとね、変わったイヤホンを紹介したいなと思っていて、従来のワイヤレスイヤホンって、まあ、本体にケースっていうような形で、まあ、僕が普段使ってるのはこれなんですけど、こういうね、イヤホンだけしか機能がない、まあ、ものがほとんどだと思うんですけど、今回ご紹介するのは、ワイヤレスイヤホンのケースに、Bluetooth スピーカーがついた、ちょっとね、面白い 2-in-1 の商品をご紹介したいと思います。こちらはですね、手のひらサイズで収まるイヤホンとスピーカーの機能を一つにした、まあ、マルチにこなす新たなオーディオ製品っていう形で、その製品がね、こちらになっております。で、これはちょっとね、まだね、サンプル段階なので、最終製品の仕様とはちょっと若干異なる可能性もあるので、そこら辺のところをご承知ください。で、これね、驚いたのが、生産メーカーなんですけど、生産メーカー様が、僕がね、以前働いてた前職ハンドバック会社なんですけど、そのハンドバック会社で付き合った会社と同じでした。で、いや、やっぱこう世間って狭いなーって感じがしています。じゃあ早速ね、久々の取引先の製品、開封していきましょう。どうぞ。はい、こちらがですね、今回お借りした 2-in-1 のワイヤレススピーカープラスイヤホンが付いている TWS&Speaker という製品になっております。はい、で、本体の付属品としましてはこちらなんですけど、まず本体の Bluetooth スピーカーと、あとね、ここにじゃーん、イヤホン、このワイヤレスイヤホンがそれぞれ一つずつ付いているっていうのと、あと充電用のケーブル、こちらタイプ C になっております。これはね、タイプ C はよく使うので素晴らしいです。はい、あとスタートガイドになっておりまして、スタートガイドに関しては現在ね、イングリッシュバージョンしかないんですが、後にですね、日本語の、ものも、付けられるそうなので、こちらね、製品としては最終は日本語になっている次第です。で、まあ、使い方もそんな難しくないので、まあ、クイックスタートガイドなくても全然操作は可能だと思います。はい、で、こちらなんですけど、色としてはこのホワイトの他にブラックがございまして、全部で2色になっている次第です。はい、で、製品のサイズとしては、ここの一番長いところですね、ここ137mm で、ここの横幅が 46mm で、マチが 22mm という形になっておりまして、ここに充電端子のタイプ C がございます。で、この横のオンオフに関しては、このスピーカーのオンオフという形です。で、このヘッドセットがここに収納してあって、ヘッドセットは、中にしまうことでもう自動的にオフになります。で、これをこのように取り出すだけでオンになるっていう形で、オンオフは非常にスムーズになっていると思います。はい、で、その他ですね、こちらのスペックに関しましては、製品名がイヤホン&スピーカー 2-in-1 という形になっておりまして、入力電力が 5V の 500mAh、 動作電流は 100mAh で、 Bluetooth 5.1 に対応している次第です。Bluetooth 5.1 に対応しているので、まあ、遅延とかは少ないモデルになっている形ですね。で、通信距離は 10m、 動作周波数としては 2402GHz から 2480GHz という形になっている次第です。で、キータイプはトルク型で、重さは 92g っていう形で非常に軽いですね。はい、で、イヤホンバッテリーとしては 3.7V の 300mAh っていう形で、まあ、約2時間ぐらいで充電が可能かなっていうような形です。はい、で、ノイズキャンセリングとかは特についてないイヤホンになっております。で、プロファイルとしては A2DP1.0、 AVRCP1.5、 AVDTP1.0、 AVCTP1.4、 AHFP1.5 の GAVDP1.0 という形ですね。はい、で、こちらのイヤホンはモードが2つございます。いわゆるですね、スピーカーモードと、このイヤホン単体で使うソロモードという、2つのモードがある次第です。はい、で、イヤホンは ACC 対応のコーデック仕様になっているので、臨場感的には結構豊かな感じのイメージです。で、クリアな音を完全ワイヤレスで楽しむことができる形になっております。はい、早速ね、じゃあこのイヤホンの音質確かめたいと思うので、イヤホンの方を装着していきたいと思います。はい、もうペアリング自体はですね、簡単でして、電源オンにした状態でつけるとすぐにですね、この携帯の方に E5 という
製品が現れますので、そちらでペアリングをしていただければ幸いです。でペアリングに関してなんですけど、イヤホンのペアリングとこの Bluetooth のスピーカーの、ペアリング、それぞれが別になっているので、最初にね両方とも設定する必要性がございます。はい、今回ね聞くのはアイマーの恋煩い。この恋煩いはですね、低音と高音が結構バランスよくなる曲なので、ちょっと検証には向いているかなというふうに思っている次第です。それでは聞いていきましょう。はい、イヤホンの、なんですかね、特徴としましては、低音が弱いなって感じがしましたね。低音があまり出てなく、高音の方が結構比較的よく出ているイメージがしています。はい、でなんかね、やっぱちょっと高音が強く特化していて、低音がほとんど出ていないので、ちょっとイヤホンの性質上、ダンス系とかこうヒップホップ、あとはロック、そういったのを聞く人はちょっとあんまり向いてないイヤホンかなっていうような気がしています。だからといって、まあこう安っぽい音質ではないので、まあ高音好き、ボーカル音を重視する方とかであれば、まあいいんじゃないかなっていう形ですね。はい、でこちらのイヤホンなんですけど、ここにタッチパネルが搭載されていまして、イヤホンをクリックしてね、こういう風に一時停止と再生を、制御する形になります。で右耳のイヤホンをダブルクリックすると次の曲に移動して、左耳のこのイヤホンをダブルクリックすると前の曲に移動するっていうような形です。はい、でこれ着信がある場合もこのイヤホンから取ることができまして、まあ着信が例えば鳴りました、鳴った時にですね、このイヤホンをクリックするだけで通話が可能になるっていう形です。はい、でバッテリーの残量はすごい分かりやすくてですね、こちらなんですけど、このように開いていただくと、ここにね4つの線があると思うんですけど、それでバッテリー残量が分かります。このようにつけると、今緑にここ光ったんですけど、これがね、バッテリー残量です。もう残りあと1しかないっていうような形になっております。スピーカーモードなんですけど、スピーカーモードも簡単で、ここのね、上の部分のこのオンにしたら、こういう形で、なんか大きい音が鳴るんで、ピーポーってなったら、ペアリングが可能です。基本的な音質的なところを言うと、スピーカーモードもあんまりイヤホンと音質はあまり変わらなかった印象がしています。なので、ちょっとね、皆さんに聞いてもらえば、大体音の感覚がわかるかなと思います。まあ、このようにですね、まあ、高音が高いだけで低音があまり出てないような、スピーカーになっています。なので、まあ、なんだろう、序盤はいいんですけど、例えばちょっとこういうサビに入ってくると、ちょっとね安っぽい感じの、風に感じてしまいがちなんですよね。こちらの商品なんですけど、こちらの商品はですね、現在グリーンファンディングというクラウドファンディングサイトにおきまして、最安でですね、こちら5580円から購入が可能になっております。はい、で、残りですね、まだ日にちとしてもたっぷりありますので、お得に買えるチャンスは残っている次第ですね。はい、で、スピーカーとしてのスペックとしては、出力音圧レベルが、まあ、85dB 以上という形なので、まあ、今さっき僕の iPhone に、おいてはですね、これぐらいの、まあ、真ん中ぐらいの音質で、流してはいたんですが、例えばこれ MAX にするとかなり大きい音が出るので、野外ですね、キャンプとかプールとか、あいた音をたくさん出してもいいよっていうようなところであれば、まあアウトドア的にはいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、こちらのスピーカーに関しては、再生周波数が 20Hz から 20kHz っていう形なので、まあ、幅広い音域をカバーしているみたいですね。はい、で、このスピーカーのいいところはですね、ここのカラビナがついているんで、まあ、バッグとかにこうカチャってつけることも可能なので、まあ、ハンズフリーでこうスピーカーで音を楽しむってこともできますし、まあ、なんかこのコンパクトさがすごいコンパクトなので、まあ、正直ですね、ポケットとかあとは小さいバッグとかに忍ばせるってことも、まあ、全然可能かなっていうようなイメージがしています。はい。
いかがだったでしょうか。個人的にはですね、非常に面白い新しいジャンルの、Bluetooth スピーカーだなっていうふうに思った次第です。はい。で、まあ、ちょっとね、使ってみていろいろとね、デメリットとメリットっていうのが分かったので、ちょっとそれらをね、ご紹介させていただくんですけど、メリットとしては2個かなっていうふうに思います。まず1つ目のメリットは、やはりこうアウトドア向き、キャンプとか海とかにはもってこいだなと思っていまして、まあキャンプ、海、まあ皆さんで行かれる場合も多いと思うんですけど、まあ僕みたいにですね、友達と待ち合わせして行くとかいう人とかであれば、行きはおそらくイヤホンを使うんですよ。でも向こう行ったらみんなとやっぱこうワイワイガヤガヤしたいから、スピーカー使いたいなと思って、今までこう2個持って行ってたのが、まあ1個になるっていうところでは非常にいい使い心地ではないかなっていうふうに思います。はい。で、あとはですね、まあこう小さいながら必要機能だけを揃えているっていうところでは、非常にこう初心者の方でも触りやすいガジェットではあるかなっていうふうに思った次第です。はい。で、一方デメリットに関しましては3つございまして、デメリットとしては、スピーカー、イヤホンともにですね、外部に音量調節機能がないんですよね。これはまあ、あの iPhone とか Android、 そっから操作すればまあいい話なんですけど、まあ正直ね、ちょっとね、イヤホンとかだけでもいいので、まああの音量調節ボタンがあるとなお使いやすいんじゃないかなっていうふうに思った次第です。あとは、やっぱり聞いていて、低音域がちょっと弱いなっていう形がしました。まあこれは好きこの好き嫌いがね、好み分かれると思うので、例えば僕の場合は結構こうボーズとか、ビーツとか、ああいったどちらかというと低音強めの音質が好きなんですよね。そういう人からしたらちょっと物足りなさが感じるイメージです。あとはまあ全体的に軽さを重視しているこの、2-in-1 の、商品なので、仕方ないんですけど、まあ必要な部分に関してはできれば金属製にしてもらった方が個人的にはですね、嬉しいなっていう風に思いました。特に気になったのが、このカラビナのここの爪の部分。これ結構、カラビナ使ったことある人だったらわかると思うんですけど、壊れやすいんですよ。頻繁にやっぱりこう稼働させる部分なので、割れたりしちゃうっていう可能性があるので、ここのカラビナ部分鉄にしてもらいたいなっていうところと、あとね、ちょっとこの、ワイヤレスイヤホンのこの蓋の接続部分ですよね。ここの部分が、できれば、プラスチックではなく鉄にしてもらった方が、落とした時にね、万が一割れて使えなくなるっていうことを、避けたいなっていうところで、まあやっぱりこう必要なところだけでも鉄にしてくれれば嬉しいのになって形がやっぱしています。こんな人におすすめだよっていうところをちょっとまとめさせていただきました。これはですね、どちらかというとやっぱこうアウトドア好きの人に向いているかなっていうようなガジェットですね。音質を重視するような方へのまあガジェットではないかなっていうようなイメージがした次第です。はい。で、2つの機能がまあ1つになったっていうのは非常にありがたいなっていうような形がしました。はい。個人的にはやはりこの5580円っていう値段帯なので、やっぱ1万2万超えるとか、3万円クラスのノイキャンのヘッドホンと比べると、やっぱりこうパワー不足は感じられるものも、ちょっとした音質にはこだわりませんけど、こう独立型のヘッドホン、エントリー機として試してみたいよっていうような人であれば、まあまずエントリー機としては全然使えるかなっていうようなイメージです。特にペアリングも早かったので、まあそこら辺でストレスを感じることは特にないでしょう。はい。で、まあ個人的には先ほども言ったようにカラビナ部分とか、あとはそうですね、イヤホンの蓋の接続部分、そういったところにちょっと若干不安は考えますが、まあ金額帯を考えると、まあこれぐらいの製品かなっていうような形になっています。はい。それではね、今回の動画はこちらで終了となります。ぜひですね、今回の動画ためになったよ、いいよって思う方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。それでは、何かわかんないことがコメントください。よろしくお願いします。じゃあのー。